お疲れ様でした、はい、ちょっと後半流れが悪かったように思いますけども振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、前半ね、まあ、久々に、まあ、自信持ってスタートできて、まあ、8番まではね、スコア伸ばせましたし良かったなと思ったんですけど、まあ、9番のね、まあ、ティーショット悪くなかったんですけど一つのミスからどん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 流れが悪くなって、まあ、ショットもパットもなかなかその後は、対応できなかったっていう感じですね。ちょっとやっぱフィーリングが変わってしまった感じですか、ね。まあ、そうですね、まあ、前半から最初の2ホール3ホールぐらいは良かったんですけどそこからちょっとずつおかしいなと思い始めてそれでもね、まあ、この風なんでうまく対応できたらなと思ってたんですけど、まあ、最後の方はできなかったですね。まあでもとはいってもまだ初日ですしまだあと3日あります。そのあたりはいかがですか。そうですね、まあ先週もそうですけどこういいプレーが出始めてるっていうのはすごく、いいことだと思うんで、まあそれをどう続けていくかだと思うんで、まあそこをねしっかりと、まあ今から練習して明日はねプレーできるように頑張りたいなと思います。